北海道ブリ別軍の一ブリ別軍は、北海道根室市長にあった軍。エトロフ島を中部に位置し、西はエトロフ軍、東はシャナ軍に接していた。中心集落はブリ別とローモンであり、特に軍名となったブリ別は、明治時代までエトロフ島全体の中心地であったが、次第に他軍が栄えるようになり、古別軍内でも、 海軍飛行場が置かれた天霊に重心が移るなど、したため、ブリ別は、さびれていった。北海道1.29町村制の施行により、所属する村が、エトロフ軍の一部となったことで消滅した。江戸時代中期、古別軍域は法歴4年正規藩によって開かれた、くなしり場所に属した。高田や貨幣により、エトロフ航路が運営され、 エトロフ会所がローモンに置かれるが、後に、社内移転している。江戸時代後期に入ると、エトロフ軍域は、東江戸地に属していた。南下政策を強力に推し進めるロシアの脅威に備え、完成11年ぶり別軍域は、天領とされ、南部藩と津軽藩が幕府より警護を命じられた。翌完成12年に、古別軍役は、熊尻場所から、新たに分立した。 エトロフ場所に含まれた。近藤十三によると、当時七号中一京に村だけが軍域に,にあり、人口は120人ほどだった。11年後の文化8年には、東岸、恩根別に、流別から50人が移動して新たに集落ができている。文政4年に、正木藩の元に戻されたが、安政2年再び天領となり、今度は、 仙台藩が陣屋を築き警護を行うようになった後、安政六年の六半分量によりブリ別軍行きは仙台藩領となった。母親戦争終結直後の1869年8月15日、大法律領の国軍佐藤を踏襲して古別軍が置かれた。松浦武四郎は当軍に風霊別の軍を付したが、後に現在の読みの風霊別となった。 ありがとうございます。